皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、売れない3つの原因というテーマでお届けいたします。先日ですね、あるクライアント先でコンサルティングを行っている時でした。そのクライアントではですね、営業のね、コンサルティングをさせていただいてるんですが、10人ぐらいこう営業マンがね、参加してたんですけども、お一人お一人ずつですね、報告を聞いてたんですね。その時に、報告を聞きながらで、ちょっとノートでずっとこうメモってたわけなんですが、そしたらですね、なんかこう、スルっとですね、頭でちょっとなんかひらめきがあって、あ、なるほどなって、売れないのって大体こんな原因があるんじゃないかなって、大体3つね、ちょっとそのスラスラと出てきたので書いたんですね。今日はそのことを紹介してみたいと思うんですけども、まずその3つのうちの1つ目なんですけども、そもそもがですね、あなたの会社とかあなたのこと、そしてあなたの会社が扱っている商品とかサービスを知っている人が少ない。これがまず1個目ですね。特にですね、起業して間もないっていう人はね、なおさらですよね。知る術もありません。まあもちろんですね、テレビ CM だったりとか、地方紙でもいいので、新聞広告だったりとか、バーンとね、打てれば、それは多少なりともね、認知度がアップするんでしょうが、残念ながら、この多くの人に知ってもらうっていうのは、一回ドカンとですね、大きいのを落とせばいいかっていうと、そういう話ではないんですね。やはりですね、継続してこう地道にこうやっていく活動が必要になってきます。で、あとはですね、中小零細企業でもですね、まあ長くこう商売をやってるとこあるわけですけども、ただよく考えてほしいんですけども、異業種交流会などで名刺交換します。意外とですね、商売は長いんですが、知らない会社っていうのは非常に多くありませんか。ということはですね、知らない人が多いんですよ、とにかく。大企業は別ですよ。ソフトバンクとかユニクロとかイオンとかっていうんだったら別なんですけども、本当に知らない人が多いんです。私のこともそうです。しかしあなたのこともですね、知らない人が非常に世の中に多いんで、まず売れない原因っていうのはこれです。知らなければ買うこともできないってことなんですね。続きまして、二つ目ですね。この二つ目っていうのが、これはよくありがちなんですけども、営業活動に時間を使っていないっていうね。意外とこれあるんですよ。例えばですね、営業マンがね、いる会社であっても、実は営業マンというのは営業活動だけやってるかというと、そういうわけではないんですね。当然営業活動に付随するもの、それは提案書を書く、見積書を作成する、納品業務もあるでしょう。その他もろもろ電話での、コンタクト、アポ取りで雑用もあります。で、実際にですね、仕事が発生するっていうのはお客様と会話をしているときしか仕事っていうのはなかなか発生しないわけですね。でですよ、よく考えてほしいんですけども、特に営業の方は。1日のですね、時間の中、仮に8時間としましょうか。8時間の中で、お客様とお話をして、純粋な営業活動ですよね。をしているのは、一体どれほどの時間かということですね。それちょっと考えてみてほしいんです。ざっと考えても、実はそんなに大したことないと思います。だけど、売れてる営業マンというのは話してます。先日あるクライアントでですね、この質問をしたんですね。皆さん一体お客様と一日どの程度話しますかと。お客様と言っても、その、新たにですね、こういう商品を売りたいとかね、そういう意味の会話の内容になるわけですね。とにかく売り込みたい、買ってほしいっていうね。それに絞っていくとですね、一番少ない人は実は30分もないだろうっていう。一番多い人でも2時間っていうね。8時間のうちわずかそれだけ。だけど、職種としては営業というのがしっかりついてるわけですね。じゃあそれ以外は何やってるんだって言ったら、先ほどね、私が言ったようなことを、プラス移動時間ですよね。実は私も移動時間非常に長いです。下手すると1日のうち3時間か4時間移動時間ということがあるので、純粋にですね、お客さんと会話するっていうのは非常に皆さん少ないのではないでしょうか。これでは売れません。これが2つ目。で、最後3つ目ですけども、これは、例えばこうやって会話ですね。いわゆるセールスのトークをしている時でもいいですし、営業ツールでもいいです。チラシだったりとか、パンフレットだったり、そういうものでいいんですけども、そういうですね、ツール自体が相手に伝わっていない。それは表現が下手なのかもしれないですしね。いわゆる相手を買う気にさせられない。つまり、マーケティングの知識とか実践が不足しているのかもしれません。要は相手に言いたいことが伝わってなければ、それは売れないですよね。この3つをですね、ちょっと意識してもらえますかね。1個目がですね、まずあなたのことを知らない人がいるんじゃないの？まだ多いんじゃないの？ってこと。2個目、営業の時間、特にお客様と会話してる時間が短いんじゃないの？3つ目、営業ツールが相手に伝わってないんじゃないですかっていう話ですね。この1、2、3。これちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。もしもですね、該当するものがあったらですね、そこを改善するだけでも、売り上げがぐんと伸びると思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。